みんな慌てないで、慌てないで、大丈夫だから落ち着いて、落ち着いてください。私の話を聞いてください。あ、ジャンクスタイルです。いや、これ撮ってるのが木曜日なんですけど、日付変わると同時にね、ホットイの予約の方がね、解禁になったんですけど、解禁になったのがね、ベーシックか10月分なんですよね。と単品販売ね。ちょっとね、リーク してもらったのがあったんですけど、あれなんか単品販売おかしいなみたいな感じになってたんですけど、よくよく見たらっていうか、言われて気づいたんですけど、K アソートなんですよね、10月が。J が飛んでんじゃんって。だから G が8月だったでしょ ?H が9月なんですよ。で、I っていうのはないんですよね。なんだっけ、英語圏は I 使わない ?1 と間違うから、L と間違うから、らしいんです。で、次は J だろうと、10月がね。と思ってたら、来たのが K アソート。J 飛んでんじゃんってね。いやー、指摘されるのね、気づかなかった。なんか単品販売の入り方変だなーとか思ってたんですけど。で、J アソート飛んでんじゃんって。で、スープラがスーパートレジャーハントだったんですよね。で、あ、もう俺のスーパートレジャーハントのスープラが、みたいな感じになってるけど、そもそもいつもゲットできてないじゃんってね。ごめん。まあでもね、なんかね、夢がなくなったっていうことかな。うん。J アソートについては、ちょっと飛ぶか、限定販売か、どこかのね、まあ今までだとセブンイレブンとか、トイザラスとかありましたよね、限定アソートが。ベーシックカーもね、最近なかったね、ここ数年。そんなね、販売店限定になるかもしれないし、単品販売に J アソートのもの入れてきてるんで、もしかしたらね、ない。かも飛ぶかもね。この間飛んだ時もそんな感じでしたね。単品販売がやたらね、あ、そうだ、10月も10種類なんですよね。 J アソートの分が入ってるから。で、 K アソート、日本向けのね、 K アソート内容をよくよく見てみたら、私数学とか算数とかもう算数の段階で、ね、つまずいた男なんですけど、計算したらさあ、やめた、これ以上はね、動画ネタっていうか飯の種だからまたやるよ。まあそのうちっていうか、ホットイルのね、新作が久々にラッシュっていうか出てるんでね、そちらの方先にやりたいからね。まあちょっとチャンネル登録して、噛んだけどもうチャンネル登録してお待ちくださいよと。で、今日開けるそのホットイルの新作といえばですよ、こちらはね、これ本店4Pシーズ、ね、久々じゃないかな、この箱ね。で、この箱に4つしか入ってないってことはあれですよって、もったいつけて言ってもどうせサムネとかでバレてんだけどね。こちらですね、チームトランスポートでございますね。4つ、毎回ね、入って毎回ね、3種類だけど毎回4入りなんで1個ダブっちゃうんですよね。で、まあお盆の関係でね、ちょっと早く届いちゃったんですけど、まあ、フラゲっちゃフラゲですよね。一応12日発売ですね。なので、店頭に並ぶのは12日っていうところがほとんどか。ただ、今回は、まあ、結構店頭に並んでたりとかするかもね、早めに。だから、まあ、気抜いてたら、あ、もう並んでたっていう状況にもなり得るんで、ちょっとね、気をつけた方がいいかもね。はい。で、こんな感じで、これが2個ダブってるね。こんかっけ、ちょっと待って。これ、ちょっとセット内容やばいね、今回ね。やばいね、つうか。ああ、なるほどね。じゃあ、開けていこうか。なんかこれ、もう見た時点ですごく満足なんです。で、まあ、チームトランスポート。あ、そうだ、チームトランスポートってみんななんて略してる？あたしはチートラって略してるんですけど、トランポって言われる方もいらっしゃったり、どうだろうね。いや、略し方をちょっとそろそろ統一しない？わかんないけど。チームトランスポートは長い。チートラでいかない？だね。で、そう、チートラって、こう、もう、勝手に割と見えるじゃないですか。ね。積載と、ミニッカーというか積載される側が見れるんで、このままね、飾るっていう方が多いから、多分ね、みんな開けてないと思うんだよね。私もね、これね、見た感じで、あ、かっけえなーって感じで、
開けたくないんですけど、それじゃ動画にならないからね。開けようか、開ける、開けようか、毎回開けてるしね。ブリスター越しにこう紹介するのダメ？ダメだよね、ダメだよね。いつも開けてるからね。はい、開けます、開けます、開けます、開けましょうね。番号順に開けていきましょうか。ナンバー53だってもうね。あ、アルファロメオ 155V6TI。アルファロメオちょっと噛んだ？大丈夫？今日噛みやすいね。と、フリートフライヤーですね。一応、チームトランスポートもこんな風にこの字開けで買っていけどさ。開けてますね。で、戻せますからね。私も何年も壁に貼りっぱなしのやつとこの字開けでね、下から開けて、で、そう、壁に貼りっぱなしのやつとかあるけど、全然大丈夫。重た、これ。だからね、なんとか開けとか言ってね、裏面からこう、開けるのを推奨されてらっしゃる方が、切るのをね、いらっしゃるんですけど、これ、チームトランスポート開けるの大変だろうね、これね。面積でかいし。これ、重た。フリートフライヤー、こんなカバーついてたっけ、今まで。ついてなかったよね。はい。で、アルファロ、これかっけえぞ、フリートフライヤー。赤と黒で、なんかあれだね。なんか、いろいろ思い浮かぶのがあるけど、なんか、アルファロメオってそうなの？赤黒？わかんない。かっこいいのがアルファロ、全面に出ててね、アルファロメオって。今までこういうのなかったよね。かっこええ。かっこええ。フリートフライヤーね、あんまりね、好きじゃないんですよ。これ、見えなくなっちゃうんで、積むとね、一応カバーしてあってるんですけど、見えなくなっちゃうからね、ちょっとあんま好きじゃないんですけど、これはかっこいいね。今日からかっこいいって言葉を使わずに、できるだけ使わずにね、他の表現で、言った方が、ね、なんだろう、語彙力とかいろいろこう、鍛えられるんじゃないかと、アドリブ力。だってこれアドリブだからね、インスピレーションで喋ってるから、じゃないかなと思うんですけど、やっぱかっこいいって言っちゃうね。かっこいいの？細か。アルファロメオがかっこええ。はあ。で、あ、これね。これ、この間も出たよね。なんだっけ？スペッタコラーレか。で、白が出たと思うんですけど、その前ブールバードで赤が出て、なんか一瞬、ね、同じじゃんとかって思われたけど、全然担保が違うね。赤も、あ、持ってきてよかった。すいません。赤は、こんなに鮮やかな赤だったっけ？もうちょっと薄かったような気が。線でもない。はあ、かっこええ、やっぱこれ。またかっこいいって言ってる。だからいいっすね。前回の赤のやつ、なんだっけ、ブールバードか。そう、出たやつ。そうだね、ブールバードだよね。結構人気があったんで、買い逃したよって方は、今回のチームトランスポートでどうでしょうね。似たような感じだしね。結構担保違うねって。あ、で、そうだ。これが一番人気っぽいですね。この組み合わせのやつが。この組み合わせっていうかセットはね。なので、ちょっと手に入れづらいのかなと思うんですけど。だいたい私が予約してるお店さんはどこも4つ入りのね、1箱でしか予約とか通販ね、受け付けてくれないんですけど、知人が通販等々で見つけたとこが2店舗ぐらいかな。単品で予約取りしてるところを見つけて、そうなんですけど、どちらもね、これがやっぱ瞬殺だったみたいですね。すぐなくなっちゃったって。当日にかけるって方が多いかもね。これはね、やっぱかっこええわ。これ2台だったらね、多分そんなみんな慌ててなかったんでしょうけど。はあ、これやばいね。ウィーンってなってる顔がいいよね、やっぱね。いや、素晴らしいね、こりゃね。こりゃ人気だわ。で、54番が61インパラと72シェビーランプトラックですね。これがね、今回、1ケースに、なんだろう、2台、2セット、わぁ、入ってるんです。よいしょ。で、そう、だから4つ入りのうちの2個はこれが占めてるっていうね。なんかさ、もうちょっとこうね、4種類とかにしてくんない？もしくはさ、2種類の2台ずつとかだったらね、こんな争奪戦っていうかね、みんな気に、まあいいや。で、あ、そう、これシェビのランプトラック、今回初めてなんですけど、
なんだろう、積載車が実車ベースっていうのも珍しいというか、待ってこれさ、ここ私いつも言ってるけど、ホットイールのチームトランスポートは積載の方のキャビンがちっちゃいんですよね。こんな感じ、スケール感がだいたいもう80数分の1とかだと思うんで、並べた時のね違和感がすごいんですよね。でトミカの例に出したあれだけどのやつはやたらでかすぎたんですよね。今回ねちょうど A、 スケール感いい、ええんやない、これいいね、これ、あいいね、あーっていうか、あーって言ってるのがさ、いや2台入ってるから1台は友人にね引き取ってもらおうと約束しちゃったんです。まあした、まあしたしたけど、これ、あーいいねなんか惜しくはなって、惜しくなってきたっつうか、2台あってよかったなとか思い始めたけど、でもまあ金銭的に辛いものもあるし、1台で我慢しておこう。これええぞ、めっちゃちょっと分かりづらいよね。なんかないかな。ああこれこの間からちょっとその辺に置きっぱなしなんですけど、 TLVN の EK9 ね、これ64分の1なんですけど、合わせるとこの感じ、ちょっとでかすぎるかな。でもまあそんなに悪くないよね。だからほぼほぼ64分の1っていうか、まあホットイールノンスケールだからね、スケール感にこだわらなくていいと思うんですけど、いいねでインパラ、インパラこれ61ってわざわざ書いてんの、これなんか見覚えがなさそうな感じがするけどさ、なんて書いてエルセグンドシボレーって書いてあるのか。あれワイスピーのアソードとかよく入ってる赤のやつの、赤のやつ、赤のインパラがこれですね。色が変わったら全然イメージ変わるね。これの、このキャストのね、見どころはね、ここの丸いウィンドウなんですよ。わかるかな、ここがね、好きなんだよね。よう作ってあるわーってね。これが、とか、ここなんのよ。こうか。こうでもいいか。はぁ。あ、ええー、ね、ええー、ね、ええー、よ、これは。あ、これはね、ブリスター越しじゃねえ。わかんない。わかんない。わかる。わかるやろうけども、やっぱ手に持ってね、こう、触りたくなるね、この感じ。わかります?はあ、これいいよ。なんか、2台入ってるから、ちょっと甘く見てたけど、これはね、いいね。あ、なんか、積載される側、あ、なんだろ、こっちをあんまフューチャーしなくて、こっちばっか見てるけどさ、めっちゃいいじゃん、これね。ほう、まあ、後ろはよくある。今までもあったやつと同じかな、多分。使い回しだと思うんですよね、後ろ半分は。後ろ半分ってか、ここはね。シャーシなんかはね、ダンプトラック。なんで、え、何言ってんだ、興奮しすぎ。すごくいいもんだって、すげえいいよ、これ。ああ、思ったよりいいぞ、全然これいいわ。さっきから言ってるんですけど、1箱に2セットね、入ってるんで、もしね、万が一余ってたら、余り物かとか思わずに、買ってみた方がいいかもよ。これは何かと使えるよ、これ。だから、アメリカンのマッスルカーとかをね、ちょっと運んだりとか、するのに使える。でも、ああ、今にしても、ここからやっぱり、この、ちょっと話してみると、でかすぎるかな、ちょっとこれ。もうちょっとちっちゃい、一回り。まあでも、まあいいか、うん。うん。はい。まあ、すごくいいね。うん、すごくいい。で、3種類目ですね。55番が70ローバー P6 グルッポ2と、ホットイールラリーホーラー。ラリーホーラーも結構出たの。これで3バリ目かな。で、ね、前回のやつ、買えませんでした。買えませんでした。そう。ラリーホーラーのね。あれね、ボートは買えたけど、とか、あ、そうだ、ベンツのやつかっこよかったからさ、買っちゃったんだよね。
ってやっぱさ、だいたいそんなにね入荷ならないじゃないですか、普通の量販店。一ケース、まあ一ケースって一箱か二箱ぐらいでしょ。となるとね、やっぱり買えるのがね1個2個になっちゃうんですよね。これでね3食目なんですけど、私にとっては2代目まあ買えなかったものをね悔やんでも仕方ないし、そんなに言うほど好きじゃないというか、やっぱこう積載のやつがいいよな、こんなこう牽引のやつよりね。ただこう入ってるだけだしね、牽引のやつは散々昔マジョレットで遊んだからいいかなと思いながらも、これかっこいいね。あ、でこれも2色目かな、前ブールバードで出たんですよ。そんなに人気なかった気がせんでもない。あ、これいいぞいいぞ。おー、あ、バンパーがねえよ。こっちはバンパー、わからん、ウィーンってなってていいね。前何色だったっけ、赤黒でしたっけ、覚えてないっつってね、すいません。あの開けた片端から忘れてるからね。あ、象形ホイール、あ、これ珍しくない、ちっちゃいのにちっちゃいのを組み合わせてる、よりちっちゃいのにね。この象形ホイール欲しいって方もいるかもね。塗装も細かいし、こう、あ、なんだっけこれ、前ブールバード入った時のあれも大ショートしたね、カストロールだって。へー、今日は後ろがねちょっとあっさりしてるけど前がいいね。これもちょっと どうだろうね、カラーリング、こういった実写があんのかな、わかんないですけど、どうだろう。あんまりガンダムっぽいよね。ちょっと目を黄色く塗りたくなるかな。あ、ここで問題です。ガンダムの、ファーストガンダムね、ファーストガンダムの、角アンテナ2本ある、あれは何色でしょう。正解は白ですね劇中でも、劇中でもたまに間違ってるけど、なんか黄色のイメージあるのが、後のねガンダムが結構黄色アンテナが多かったりだとか、あとガンダムの玩具を出すときに黄色にしたらしいんですよね、見栄えを意識して。なので玩具イメージで黄色とか、うん、まあどうでもいいか、ごめんね。これ悪くないか、ほら遊んでたらね外れんのよ。おじさんミニカーで遊びたいのに外れるの、外れるの。マジョレットの方がかっちりしてたな。じゃあ8月12日発売ですね、明日か、明日発売の、シムトランスポート、久しぶりのアソートですけど、まあ見てたけどやっぱアルファロメオかっけえわな、一番人気かな。でね、やっぱ開封してね良さが分かったのもこれっていうか、インパラっていうかダンプトラックね、これいいわ。あとこれもちょっとやっぱ意外と人気なのよね、この牽引のやつな、みんな好きなのよね。なんでだろうね、分かんないけど、こうこうが売れちゃうかな。でもしこれダンプトラック残ってたらどうすかね、1台は。あ、でもあれだね、値上げなってるか、今2500円ぐらいすんのかな、2300-400円すんのか。やっぱ引き取ってもらわなきゃ無理だ、よろしくお願いしますこれ2台手元に置きたかったなとか思ったけど、ちょ無理だ、だって2個でさ5000円弱ぐらいだよね。え、1箱で4つ入りで1万弱くらい払ったもんな。まあ値上げですけど、皆さん、あ、ガソリン代すごい上がってない、なんか8月入った途端なんか入れてびっくりした、ビビった。もう、え、皆さんの地域いくらぐらい、今もうなんか180円に迫る勢いなんですけど、いや180円越してたわ、今日入れたらさ181円とかだったわ、安いところでね。皆さんの地域のガソリンの値段価格どうでしょう、その辺も教えてくださいね。あと、あのこの3種類でね気に入ったやつあったら教えてくださいね。アルファロメオは人気かな。じゃあ今日はこんな感じですね、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。